いらっしゃいませ。奥のお席どうぞ。コーヒーと本と音楽をテーマにした中空は、繁華街から一本路地に入ったところにある小さな店です。今日もカウンターではいろんな話が飛び交っています。こんにちは、中空の岡田です。今日は結構雨が土砂降りで、夕方なんですけど、お客さんも、あ、だけど雨の日はちょっとお客さんが少ないのかなと思いきや、雨の日にお客さんが多かったりすることも中空の場合はあるんですけど、今日も、昼過ぎからちょこちょこお客さん来てもらって、なんかそうやな、雨だと行きたくなるお店って、僕もあるんですけど、もし中空が今そんな感じやったらちょっと嬉しいなと思ってるんですけど、今ちょうどいつも中空ラジオの、画面というか画面に表示してる写真撮ってくれてる近藤くんが来てるんで、ちょっとお話というかさせてもらおうかなと思ってます。近藤くんです。よろしくお願いします。こんにちは、近藤です。今日はまああれなんかな、仕事はないか、休み。あ、今日は、まあちょっといろいろ仕事をしたり、まあちょっと自分のことしたり、っていうちょっと自由な活動の仕方してます。写真とかのこと全然わからんないけど、写真、あ、いつもこのカメラ、あれ、あ、カメラ変わっ、あ、これ前のカメラです。あ、2台持ち、2台、そうですね、2台持ちで、なんかいつも使ってるカメラが、その学生の時から使ってるカメラ、今持ってきてるのが、あ、普段の学生の時から使ってる、これ学生の時から、そうなんです、そうなんです。ってことはもう何年も、もう何年も、7年とか8年とか。へえ、あ、そうなんや。でもまあちょっと限界が来始めて、最近ちょっと変えて、今2台持ちにはなってるんですけど、やっぱりちょっとこっちの方が愛着が、愛着があるんや。やっぱもうなんか撮りやすかったりとか、なんかこう手に馴染んでる感じがあって、なんか全然ストレスがやっぱないから、そのままなんか、なんていうんですかね、被写体という言い方もちょっとあれですけど、向き合いやすい、見たまんまがすぐ撮れるから、いいなと思って今使ってます。なるほど。なんかけど俺もその道具、使う道具が長く使えば使うほど、その道具のことにあんま意識使わんでも、本当にやらないかんことで集中できるというか、なんかもう物を掴んでるなとか触ってるなとか思わずにいけるっていうのは、なんか年月というかあれかな、時間がそうさせることあるかな。やっぱあれですか、中空で使ってる道具とかももうずっと、そうそう、道具変わるとやっぱ仕事変わるよな。なんか無駄って言ったらいいかな、なんかこう一つこう踏まないかみたいな、その考えることを、だから道具が変わると多分同じ仕事するのがすごく難しくなるなと思うけど、なんか今ちょっと僕もそのカメラ変えて、撮ってみてるんですけど、やっぱりちょっとなんかちょっと時間かかるんですよ。そのなんか慣れてなかったりとか、ちょっとメーカーも変えたんで、やっぱ全然なんか勝手が違くて、今そこのちょっとなんですかね、誤差に戸惑いを感じながらちょっとやってます。素朴な疑問なんやけど、カメラいつも持ち歩いとるけど、それはいつ頃から学生の時なんだっけ？あ、そうですね。なんか学生の時は、ちょっとなんか美術系、デザイン系の大学に
行ってたんですけど、ああそうやったな、うんうん、写真自体をちゃんと多分やり始めたのは2年生ぐらいの時だったんですけど、でまあその時に今このカメラ買ってでずっと使ってるんですけど、うんうんうん、なんていうんですか、その時まだ買ったすぐの時は全然そんな毎日撮ってるわけじゃなくて、うん、そのやっぱなんかカメラってすごい高価なものっていうイメージが自分の中に、いやいやあるある、わかるわかる、一眼レフカメラってやっぱちょっとなんか緊張するものだと思ってたんで、うん、まあやっぱ雨で濡れちゃいけないし、ああ今日みたいな、なそう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 とか、うん、まあなんか大事には使わなきゃなってのはまあ思ってたんですけど、うん、ちょっと大事にしすぎてたみたいで、うん、なんかちょっと全然まあ、持ち歩かなかったんですよ最初は。あそっかそっか、気使ってな、綺麗に扱おう、うん、綺麗に扱おうと思って、うんうん、でやってたら全然なんかもう家の中に置きっぱになってきたりすることがあったんで、うん、ちょっとまあそれちょっとやめようと、せっかく持ってるし、まあなんかその写真もやっていくっていう風に決めたので、うんうん、まあ、やっぱちゃんと持ち歩こうと思ってからもうほぼほぼ毎日持ち歩くようになって、うんうん、なんかまあどんな時でも、なるほど、持ってるようにはしてますね。なんか俺は写真全然撮らなきゃ分からんだけど、なんか今度の写真今も送ってもらいを見たら、うん、あ文学賞のな写真とかも撮ってくれて、あれとかもさっき実はスマホで見たんやけど送ってもらって、なんかあの特別なもん写ってないやん、すごく珍しいものとか写ってないやんか、はいはい、近藤君の写真に、あ、それ見たことないかもしれんけど、なんかよくあるものが写ってるやん、うん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 、だけどあ、へーってなるんよ、そのよくあるもんが写っとんのにうわってなるんが近藤君の写真、うん、俺がなんか思うことないな、うんうん、あでもそれ一番嬉しい、うん、なんかそうなんです、自分の撮ってるテーマっていうか、うんうん、その仕事としての写真もやってるんですけど、うん、その自分の作品を作るっていう時に大事にしてるのが、うん、そのできるだけ身近な風景とか、うん、人であったり、うん、物であったりっていうのを撮るようにしてて、うん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 、で、まあ、なんかそのあそうです、僕は新潟出身で香川の人じゃないんで、そうやな、新潟やもんなそうなんです、うん、なんかその、まあ、香川来て今年で4年目かなになるんですけど、あ4年目、うん、やっぱ最初初めて香川に来た時はやっぱもう全部目にこう入るもの全てが新しくて、うんうんうん、まあ、とにかく撮りだめて、はいはい、だったかな、作品作ってますね。で今もまあ、変わらず、うん、まだまだ新鮮な目で見れるんで、あそっか、ちょっといつも住んどる人とは違うように見えてるっていうのもあるんだろうかな、ちょっとまあ慣れてきたとは、うん、思うんですけど、なんか俺自分が、うん、いや今度この写真見て、うん、思わずこう写真に目がずっといってずっと見よる時あるんやけど、うん、で自分が SNS とかで写真、まあ上げるためにな、うん、撮ろうとしたらやっぱ自分の写真は狙いがあるよな、うん、俺は、うん、なんかその綺麗に、うん、ここ綺麗やろうみたいなとか、うん、なんか狙いがあるよな自分の写真って、うん、でそれなんかけど今度の写真は、うん、そういう、うん、ことがまあ聞こえてこんというか、うん、けど目はその写真をこう、うんうんうん、に目が止まなんていうかな、ずっとこう見よるよなみたいなところはあるよな。いやもうだからラジオで使う、ね、ラジオで使わせてもらえる写真とかも、まあ、当たり前やけどそんな中空ではいつも俺が見よるシーンばっかりやけど、うんうんうん、だけど写真になったらえっわーっと思ってこう目がな行くような。その凄さがように思うけどな、うん、ありがたいです、うん、でも本当にそのラジオで使わせてもらってる写真は、うん、そのまま自分が中空に通うようになって、うん、で、まあ、その岡田さん
と初めてこう話して、うんうん、そのなんか前にラジオでちょっと話してもらったんですけど、ちょっと写真撮っていいですかって、はいはい、あそこからもうなんか自分の中でもう何ですか、うん、ずっと OK が出て、そうやな、それは OK だで、もう、うん、まあ、来るたんびにもう撮りだめて、うん、もうできるだけその、まあ、自然な様子というか、そうやな、自然なんよ、自然なんやけど、なんか、なんていうかな、なんか美しいな、目が、ハッとこう、なんかこう沈黙して見てしまうような美しさがあるなぁと思ってな、いや自然なんや、確かに特別な、もう写ってないやけどな、中園の写真って、それが、うん、やっぱその中空にあるもの、うん、まあ、カップであったりとか、うん、本であったりとか、うん、まあ、そのお客さんの感じとか、うん、まあ、空間全体がやっぱりっなんか個人的にやっぱ面白い空間だなって思って、うん、まあ、まあついつい寄っちゃうんですけど、うん、でもだからこそやっぱその、まあ、全部が何て言うんですかね、魅力的に見えるっていうか、うん、いつもう何ですか、たくさん撮っても取り飽きないというか、うん、いやそれがそう面白い、ピンとくるっていうのかな、本も自分で、うん、そう、あ、もうそうそう、これ撮ろうかな。でも逆にあのカウンター側の景色とか気になりますけど。あ、そうか。そっちからないもんな。普段逆はな。どういう風に、うん？いやでもあのそのまあ言うたらでもカウンターお客さん側から見てるっていう景色は、まあ、いつもあの提供させてもらってちょっと写真が、うん、自分の中で忘れたという、こういう風に見えてますよっていうのを送ってます。だからこの前ラジオ聞いてくれた人が言ってたんやけど、うんうん、ラジオやから別に画面見んでもええやんか、うん、中空ラジオって、うんうんうん、だけどずっと画面見よるって言ったよな、だからやっぱそれが写真のさ、そうですよ、なんかこう目がついついなそこにこう止まるというような写真なんだと思う。おー、いやそれはありがたいですね。まあ、今度その個展、去年かな、はい、個展マルテでやってたけど、はい、なんか今度、いや何でもいいんやけど、なんか今新しい挑戦、挑戦ってもおかしいな、なんか今これに関心があるなとか、これやりたいなみたいなのあるん、うん、ああ、そう、やりたいことか、いや、本当はこのゴールデンウィークに予定してたんですけど、うん、地元の新潟でちょっと展示をさせてもらうっていう話をちょっともらってたんですけど、ちょっと今、まあ、今このご時世なんで、そうな、ちょっと延期になって、うん、で、まあ、秋口ぐらいにちょっとまたどうっていう今話をしてまして、うん、もしかしたらやれるかもしれないかもしれないですね、またちょっとまあ、ね、状況によるんですけど、その写真展するのやったら、はい、なんかテーマというかこういう写真展示するみたいなイメージみたいなのもある？は、うん、まあ、去年ちょっとその個展を香川でやらせてもらった写真を、まあ、結構まあ中心じゃないですけど、あ、それも含めながらな、そうです、その一番の目的はやっぱりその新潟の人とか、うん、まあ、自分の周りの人を昔から付き合いがある人たちとか、うん、そのまあ香川を知らない人たち、うん、その自分が新潟にいる時はまさにそうだったんですけど、うん、こういう場所があるんだよとかっていう、なんか伝える力になれたらいいなと思って今考えています。と今まあちょっといろいろ前回の個展ではできなかったんですけど、うん、まあ、ちょっと本作って。ああ、写真集、そのものを、いいね、ものをちょっと今、うん、できるだけいいね、準備したいなと思って、写真集あったら見たいな。いや、もうなんかな、俺結構店に本置いとるけど、うん、まあ、小説とか文字のもんも読み返すやつあるんやけど、うん、一番長く何回も開いとるって言ったらやっぱ写真集なんよ、うん、写真集って値段高いんやけど、うん、大きいし、だけど何十年も前に買ったようなのを未だにやっぱ 見たり、なんか物としてずっとこう継続的に使うのはやっぱ写真集の気するよ、うんうんうん、いや、なんかその写真のいいところってなんかちょっと僕が撮ってるのが、うん、まあ、なんか日
常の中で撮ってはいるんですけど、うん、ちょっとたまに言われるのが、うん、あのなんか絵っていうかグラフィックっぽいねっていうのをよく言われるんですけど、うん、でもそれはまあ狙って撮ってはいるんですけど、うん、でもよくよく一番こうなんか、うん、こうなったらいいなっていうのは、うん、まあ、今自分がいる、うん、この今4年の中の香川の風景として、香川の風景ってまあこういう場所があったねっていうのを、まあその今言ってた写真集まあ10年ぐらい持ってるってなったら、自分が今撮ったものが例えば10年後とか20年後とかに見てもらえることがある。そうやな、そうやな、それはええな。そういう時はわかるわかる。まあ物残してわかるな。そうやな、物作るってそういうことやな、うん、そこの良さあるな。なんかね、それが、まあ、自分がもしそのじいちゃんになって、うん、死んだ後とかでも残るよな。まあなんかまあこんな人いたんだなぐらいなんかちょっと思い出してもらえる、うん、どこでどんな人が見るかもわからん可能性をずっと保持するような、うん、ものがあるってな。でなんかもう誰が撮ったとかっていうのは、うん、もうその時は多分もう関係ないと思うんですけど、まあ、まあこんな風に見えてたんだなとか、うん、そうやな、こんな場所あったんだなとかっていうのがあったらいいなと思いながら写真を撮ってます。そうやな。まあだけど本できたら もうあれやな、ぜひちょっと中澤にも置きたいな。言ってくださいよ。まあけど今フリーで活動しょるけん、はいはい、仕事も受付中なんやな。あ、そうですね。あれ、まあ俺は近藤君とよく会うけんあれなんやけど、はい、近藤君仕事依頼したい場合は SNS かなんかでメッセージとか、あ、そうです、メールとか、ね、SNS 上で、メッセージいただいても、まあ、ありがたいですし、メールアドレス、はい、あのウェブサイトもあるので、あ、そっか、はい、ホームページが、そこからページでもメールアドレスも、うん、飛べるので、うんうん、いただけたら、うんうん、嬉しいです。営業っぽい。いやいや、だけどどうしたらいいかなと思って、ほら俺は普段さ、はい、別に近藤君にすぐ連絡したらいいけど、あその、はい、近藤君という人間じゃなくて、先に写真をええな思った人はどうアクセスしたらいいかなと、うんうん、ちょっと今思っただけなんやけど、やっぱ一番は、でも今このラジオを多分聞いていただいてる人は、うん、その山中空の SNS を見てる人だと思うんですけど、うん、が多いと思うんですけど、うんうん、あの いつもタグ付けしてもらったりとかするんで、そこから多分、あ、そっか、それでも分かるかなとか。そうやね。そうですね、今ちょっとまあ幅広く、うんうん、まあ、人物とか、あ、まあ、人物、うんうん、幅広く今撮ってるので、うんうんうん、動画とか、うんうんうん、ちょっとデザインもやってたりするので、なるほどなるほど、よかったらちょっと SNS とか見てもらったら、うんうん、ほんまやね、うんうん、嬉しいです、うんうんうん、なんか近藤くん そのインスタグラムのページ見たら、うん、なんかすごいこう目が楽しめる雑誌を購読しょるみたいな気分になれるわ、うん、なんか写真集を購読しょるような気持ちになれる、インスタグラムだけ、今インスタグラムがあってよかったなと思うな。やっぱ写真メインのな、はい、ああいう SNS ってええなって今思うよ。ちょっと今自分もあんまりちょっとインスタ自体の使い方をまだ深くは知らないところもあるんで、うんうんうん、今ちょっと試行錯誤中なんですけど、うん、いやなんかええよ、なんか購読書みたいな、でずっと、うん、分からん、写真集近藤匠っていう雑誌を購読できるみたいな気分ですごい楽しい、うん、それはありがたいです。まあ、今回近藤君これラジオで多分流れると思うけど、はい、うんうん、まあ、近藤君の写真これからも、はい、よろしくお願いします。あ、こちらこそです、はい、じゃあまあ雨降っとんで、はい、まあ、気をつけて行ってらっしゃい、はい、あ、行ってきます、はい、ありがとうね、はい。岡田、はい、麻雀しようよ、麻雀。麻雀、うん、監視知っとると思うけどさ、おう、俺ここ何年も毎日筋トレしょるやん。はい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 。マージャンの牌って勝ったら高いんじゃない？おお、そうやな。ぐしゃっと潰れたら、1個だけ潰れたらまたセット買い直さなきゃな。まあ潰れたらな、買わないからな。いや、それなんか悪いというか、持ってないし、はい。
ほんなら将棋しよう。将棋うん、会員と対局するってこと。そう俺の高校生の時のあだ名なんか知っとる。いや、なんやろ。コナンザ。はぁ、こんにちは、中空の岡田です。最近ちょっとこういう時期なので、あんまり外に出かけたりすることが、岡田自身も少なくなって、なんか外に散歩したりすることが多くなったんですけど、出かける時に何かこう本を一冊僕は持っていきます。で、あんまりこうたくさんの冊数だとかさばるので、何か一冊だけを持って出かけて、出かける先で読まないかもしれないんですけど、なんか読むタイミングがあるかもしれないんで、いつも何か一冊持っていくんですけど、その中で一番おそらく出かける時にカバンに入れた回数の多い本があって、それはヘンリー・ミラーという人が書いた北回帰線という本なんですが、初めてこの本読んだのは中3、高校1年とか、そのあたりだと思うんですけど、古本屋の100円コーナーに刺さってて、何の深い意味もなく、なんか適当に買ったんですけど、で、北回帰線というタイトルが表紙に入ってて、なんか黄色っぽいあのデザインの本で、特にこう何か表紙から表現されるものはなくて、何もこう先入観なく読み始めたんですけど、なんか読んでる時に、あれ、これってなんか、この本ってなんかいいのかなと思ったんですよね。で、いいのかなっていうのは、その本がいいか悪いかっていうんじゃなくて、なんかそれまで読んだ本はですね、小説だったらなんかこう何か話が流れていったり、どっか目的に向かった話が流れていったり、エッセイだったらなんかテーマがあって、その人の考えとかがこうスタートして流れていくんですけど、ヘンリー・ミラーの小説って言ったらいいのか、そのカテゴリー分けも難しいんですけど、ヘンリー・ミラーが感じたことが全部そのままそこに横たわってるなと思って、なんなんやろこれ、なんか目的が、この小説の目的はなんかなさそうだし、なんかメッセージ性というのも、なんかこれを伝えたいというのも感じてきませんし、なんか昔生きたヘンリー・ミラーという人がそのまま生身のままその本の中に横たわってる気がして、これはこういう本ってありなんやなと思って最初読んだんですけど、でそれから今でもたまに読み返すんですけど、パリでですね、ヘンリー・ミラーっていう人がパリで、放浪生活してたんですね。小説家になりたくて文章書いてたり、ちょこちょここうアルバイトというかそういう仕事したり、あといろんな女性と関係持ったりしてる、放浪生活の話なんですけど、なんか現実に起こったことと現実には起こってないけどヘンリー・ミラーが思ってること、頭で喋ってることがなんか同系列でずらーっと書かれてて、どこからが現実でどこからが思ったことなのかもよくわからないですし、なんかここまで、なんやろな、その自分っていうものをそのままドンと広げてしまってもいいんやなと思ったんですね。で、今でもなんで読んでるのかっていうと、なんか僕はもうやっぱりその時初めて読んだ時ショックで、なんかその本読んだ時に、でなんでこれショックなんだろうと思ったら、ヘンリー・ミラーがあまりにも何にもなりたがってない感じがしてですね、なんか自由なんですね、
なんかこう何かを目指してもないですし、何かをこうしようとも思ってもないですし、ただヘンリー・ミラーは自分として生まれて、もう自分の位置にぴったりあったままでただ生きてるっていうだけの感じがして、なんかそれを僕が読むと、なんか僕はすごくこうないものを目指してしまったり、なんかムキになって、なんかこう葛藤して挫折したりしてるような気がしたんですね。で、本当にこう生まれてきて、その自分が自分自身にピタッと止まって生きてるだけっていうのは、なんかヘンリー・ミラーの読書で初めてこう体験したような体験だったんですね。だから自分がどれだけこう勝手な思い込みで不自由に、なんか自分から不自由にやってしまってるんかなということをすごく考えさせられました。で、ヘンリー・ミラーを読んで初めてですね、人の心を覗くということは、自分の心にを覗くということと全く一緒なことなんやなということも、ヘンリー・ミラーの本を通じて初めて感じたことですね。なんか世間ではちょっとこう性的表現が奔放すぎて、あからさますぎてですね、当時は発売禁止になってた時期もあるらしいんですけど、あとまあヘンリー・ミラーはバッて5回かな、なんか5回結婚したって言ってましたかね。で、70代になって、70代後半で日本人の女の人と結婚したんですけど、その女の人には結婚8回目だって言ってたらしいんですけど、もう真実はわからないんですけど、なんかそんな人で、なんか自分として生まれてきて、本当に自分の位置のまま生きていくっていうのはこんなに自由なんやなと、思わせてくれましたね、ヘンリー・ミラーが。まあ後々ですね、僕は中国の老子っていう思想家なんかな、思想家になるかな、老子っていう思想家とか荘子っていう思想家とか好きなんですけど、なんかそこにこうヘンリー・ミラーと同じようなものを感じましたね。道教っていうんですかね、とは言われるんですけど、なんかつながってるのかどうかわからないんですけど、ヘンリー・ミラーの、となんか、そういう老子とか荘子とかの道教と関わりを今になってすごく感じてますね。生まれたままで、ピタリとその位置で生きていくっていうような、なんかそういうことを考えさせられます。ハッとさせられる文章が多いですし、なんかどっから目指してる、何かを目指してる小説でもないので、パッと開いたとこから読み始めてハッとさせられたりするような小説なんで、なんか持ち歩くことが多いのかなと思います。だから未だに古本屋で100円で売ってると、同じものですけどどんどん買い足していってます。持ち歩くんですぐボロボロになるんですね。だからもう20冊とか買ったような気がしますね、もう今となれば。今まで、はい、中空にも北海汽船置いてます。ヘンリー・ミラーは北海汽船にもいろいろ本出してるんですけど、結構絶版になったりして手に入らないものが多いので、そういうのも中空に置いてるんで、もし興味が出た方はちょっと、読んで、見ていただけたら、ちょっとびっくりしてもらえるかなと思ってます。はい、ありがとうございました。中空岡田に相談、質問など、おはがきや SNS のメッセージから、コメントを受け付けております。ではそろそろ閉店の時間が近づいてまいりました。またのご来店お待ちしております。自問自答が君のスタイル、一ところだけ照らし出す、なくしたもんだけ光り出す、痛い暗い半端な空を